5月の来日の際には4戦いたしまして力道山は1勝も挙げておりません。レスラーのメンツにかけても何としてもデストロイヤーに打ち勝つんだというチャンピオンの力道山です。240パウンド挑戦者のザ・デストロイヤー。29日の調印でレフリーは沖式奈さんと決定いたしました。そして試合方法もチャンピオン力道山の希望によりまして技と技を持ってこの試合を戦い合おうということで61分3本勝負の正式な試合方法で行われることになっております。早くもエキサイトいたします。ザ・デストロイヤー、慎重にルールの確認が行われます。握手を求めるチャンピオン力道山に対してデストロイヤーはこれを受けません。試合が開始されました。61分3本勝負世界選手権試合です。誠に駆逐艦の名にふさわしいデストロイヤー、動きは目まぐるしいばかりであります。セコンドに控えるグレート統合に文句を言っておりますデストロイヤー、場内に戻りました。腕を取っております。バックを取ったデストロイヤー、早くも空手打ちへの防御策でありましょう。顔の前に腕を交差させますザ・デストロイヤー。力道山が初めて投げを打ちました。この辺り誠にただものではない、もちろん世界の第一流のレスラーとしての貫禄が備わっております。フライングヘッドシザーズから力道山の構成です。喉が閉まっていると盛んにレフリーに抗議を行います。デストロイヤー、ロープの分かれ際続きをボディに打ち当てました。デストロイヤーがまず先手を取ってる感じであります。またもヘッドシザーズで返しております。チャンピオンの力道山、白い覆面、
赤で縁取ってあります。さらに白いリングシューズ、赤いトランクスと、まことに色彩的にも彩り豊かなザ・デストロイヤー。リングのほとんど中央です。5月の死闘はデストロイヤーが WWA のチャンピオンシップを持っていた時のことであります。その時は力道山は追う立場、今度の対戦ではデストロイヤーが追う立場に立っております。今日はインターナショナル選手権をかけてのチャンピオンシップ試合であります。リングの中央、力道山のヘッドシザーズ変わりません。依然としてリングの中央です。まず力道山のチャンピオンシップ試合においてはこれが上等作戦でもございます。寝技での試合を進めております。チャンピオンが砲塔の空手打ち、あるいは必殺の岩石落としがあれば、一方のデストロイヤーには死を思わせるような四の字固めがあります。ようやく立ち上がりました。空手打ちの構えを見せますと、動きの鋭いデストロイヤー早くも場外へ逃れております。リング中央です。踏み投げ、またも寝技に入ります。腕を固められましたチャンピオンの力道山、ややピンチに入ります。
ロープに足をかけてのデストロイヤー。しかし試合開始後まだ力道山の空手打ちが出るタイミングが全然ありません。ロープでようやくブレイクです。何事かを期待いたします。東京都体育館満員のお客様。フルネルソンでコーナーに持ち込まれました。なんとしても動きが早すぎるといった表情です。チャンピオンの力道山もこの辺りは扱い兼ねている場面であります。試合開始後10分を経過いたしました。力道山の決定的な攻め手はまだありません。巧みにロープに逃れます。白いリングシューズがロープにかかりました。61分3本勝負、チャンピオンの力道山にとっては18回目の防衛戦であります。さあ持ち上げました。しかしエプロンに下ろしただけ。腕を巻いての投げ。全く余裕のある感じであります。ザ・デストロイヤー。まず腕を潰す作戦でしょうか。力道山の左腕にニードロップ。コーナーマットを背負いました。別れには何かが出れば力道山も反撃のチャンス。しかし綺麗に分かれております。後頭の空手打ちを抜き放つきっかけがまだつかめません。力道山にとっては具合の悪い体勢に入ります。しかしロープです。キックが出ました。コーナーにうずくまった力道山。ロープを使って
力道山の首を締め付けます。首投げ一線からドロップキックが不発に終わります。10分を経過してまだ激しい動きは見せておりません。チャンピオンの力道山です。あるいは満を持しての作戦か。おっとデストロイヤーもマットに沈みました。タイミングよくデストロイヤーの体当たりを力道山が避けました。インテリでありしかもセンセーショナルであると自ら称しておりますザ・デストロイヤー。試合開始後10分少々を経過いたしましてまだ力道山に空手打ちを打つ機会を与えておりません。誠に頭脳的な作戦であります。タイミングを外ししかも自分から反則に行くようなことも避けております。試合時間は15分を経過いたしました。バックを取った力道山逆に返しての投げであります。顔面を踏みつけました。目をこすって痛がっております。さらに場外へ身軽に飛び出します。力道山の空手打ちのタイミングを徹底的に外しております。目には目をということで早くも目つぶしを返しました。ザ・デストロイヤー鼻のあたりをかきむしるようにしてデストロイヤーの顔面攻撃が続いております。首投げです。首投げからドロップキック。ドロップキック2回目のドロップキック。さらに2ドロップです。上空最上段しかしこれはタイミングよく力道山が避けました。ダブル2ドロップを見舞いましたデストロイヤーですがこれは不発です。さらにボディスラムでの攻撃体勢ですがもちろんカウントは2までです。ワン・ツー・スリーカウント3カウント3デストロイヤーの足がロープにかかっておりましたがカウント3チャンピオンの力道山1本を取られました。お客様から抗議が浴びせられております。しかしレフリーはカウントを取りました。カウント3チャンピオンの力道山1本を取られました。挑戦者のザ・デストロイヤーまず1勝を挙げます。
思いもかけぬ頭脳的な作戦に遭いまして、チャンピオンの力道山、空手チョップを見舞う機会がありませんでした。1本目はデストロイヤーが取りました。2本目が開始されましたが、デストロイヤーなかなか場内に上がりませんでした。1本は取ったぞというデストロイヤーのジェスチャーです。もちろん力道山の弱点も知っております。足を取りに行くところ、これに対して力道山も足に来ることを知っておりました。右足を飛ばしました。今日実実の駆け引きがございます。リング上、 NWA のインターナショナル選手権、世界選手権をかけての一戦であります。長いキックを飛ばしました。1本目は挑戦者のデストロイヤーが取りました。このまま時間いっぱいまで両者取ることができないと、おっと四の字固めに来るところですが、辛くも力道山なんとか四の字固めにはかからないで済みますか。ロープに詰まっております。ロープに詰まっております。ご覧のようにこの激しい動きがなければ四の字固めという技はかけられません。コップラツイストに行きました。コップラツイストです。チャンピオンの力道山コップラツイストに合っております。しかしロープに近く、デストロイヤーがロープを掴んでおります。誠に力道山の空手打ちが出ました。逆転勝ちです。四の字固めをカラップもロープでブレーク、その後またも思いもかけぬコプラツイストに遭い、これを振りほどいての力道山の空手打ちで1対1の同点に持ち込みました。デストロイヤーの体固め、2本目力道山辛くもピンチから脱しまして、宝刀の空手チョップ一戦体固めで返しました。1対1の同点であります。61分3本勝負、いよいよ決勝の3本目が開始されます。ゴング鳴りました。決勝の3本目です。なんとか空手打ちのきっかけをつかまなければなりません。チャンピオンの力道山です。おっと反則のパンチが3本目にして初めて出ました。デストロイヤーの反則のパンチ、しかしチャンピオン力道山に対しての反則攻撃はかえって墓穴を掘るようなものであります。力道山の空手チョップのタイミングが出てまいります。ニードロップ、しかし激しいニードロップです。膝落としを辛くも力道山、足をロープにかけましてブレークで逃れました。両方の膝を使います。ダブルニードロップ、
左足をうまく外しました力道山。デストロイヤーは大きく尻餅をつきました。空手打ちが出ます、空手打ちが出ます、空手打ちが出ております。しかし腕を交差させてこれをなんとか防ごようというザ・デストロイヤー、ロープに詰まっております。場外へ転落しました。これはもちろん空手打ちを封じる作戦のうちに入っております。またも場外へ逃れました。さあ1対1の後、決勝の3本目です。チャンピオン力道山にとっては18回目の防衛戦です。またも4の字固めの体勢ですが、力道山辛くも避けました。左足を取られております。足を固めにかかっておりますザ・デストロイヤーの構成です。この放送は皆様ご覧のテレビジョンをはじめ数々の家庭用電気品でおなじみの三菱電機の提供でお送りしております。4の字固めの構えですが、ロープになんとか逃れております。ブレークをなかなか受け付けません。またも4の字固めに来るところですが、体を逆転させましてチャンピオンの力道山、二度と同じ技にはかからないと自ら言っております。この足が入りますと4の字固めになってしまいます。大いに力が入ります。セコンドの東郷がロープ際に倒れております。力道山に盛んに応援を与えております。4の字固めの体勢に入りました。しかしデストロイヤーロープを掴んでおります、ロープを掴んでおります。力道山もロープを掴みました、ロープを掴みました。ロープ際での4の字固め、これはロープブレイクです。絶対に固まってしまいます。4の字固め、この体勢に入りましたが、チャンピオンの力道山にとっては幸いであります。ロープ庭でありました。またも4の字固めの体勢ですが、体を逆転させました。辛くも避けております。強引に力強く、しかも執拗にザ・デストロイヤー4の字固めの体勢に入ろうとしております。しかしチャンピオンの力道山、辛くもこれを避けております。ロープを掴みました、ロープブレイクです。しかしいかにせん立ち上がれません、チャンピオンの力道山。
四の字固めに対抗するような強力な寝技は持っておりません。チャンピオンの力道山です。勝っては宝刀の空手打ち、あるいは必殺の岩石落としがありますが、現在ではデストロイヤーの有利、動きません。おっと、うまく蹴り返しました。デストロイヤー場外転落。力道山も場外へ降りました。リングに頭を打ちつけております。力道山うずくまりました。デストロイヤーが場内に這い上がろうという場面、力道山この足を引っ張りましてキック、さらにまたもデストロイヤーヘッドロックからリングに頭を打ち据えました。腕を巻き替えて3回目リングに頭を打ち据えました。ここで岩石落とし、力道山の必殺技岩石落とし、離されました。立ち上がれるかチャンピオン力道山。力道山立ち上がりました。力道山立ち上がりました。デストロイヤーもしかし立ち上がっております。大きいレフリーチャンピオン力道山の手を高々と差し上げました。チャンピオン勝ちました。2対1、チャンピオン勝ちました。7分33秒、力道山が2対1、18度目の世界選手権防衛に成功いたしました。期待が割れました。チャンピオンの力道山、セコンドのグレート統合に祝福を与えられております。豊登りもコーナーに入りました。まだ納得できないといった表情、デストロイヤーが突っ込んでまいりました。額に噛みつきました。額に噛みついております。白い覆面のチャレンジャー、不気味な雰囲気を醸し出しております。このデストロイヤーが傷ついた力道山の額に噛みつきました。試合はすでに決定しております。2対1、チャンピオンの力道山が18度目の防衛に成功いたしました。東郷が背後からデストロイヤーに迫ります。ようやくチャレンジャーデストロイヤーが場外におりましたが、まだ何かをやりそうです。再び場内に戻っております。しかし敗れたチャレンジャーデストロイヤーには関係なく、チャンピオンの力道山にチャンピオンベルトが18度目、ただいま授与されたところであります。数々の記念品も力道山に送られております。2対1、完全な勝利を収めました。18度目の力道山の防衛成功であります。ようやくデストロイヤーが手を高々と差し上げまして控え室に戻ります。